じゃあ皆さんこんにちは、体幹バランストレーナーの小葉克美です。そして杉浦です。今日はフォワード中級編やります。はい、フォワードは、まずストライカーです。点を取るのが仕事、羽を作ったりする必要があるので、ピッチが必要になります。じゃあそれやっていきましょう。はい、レッツフォワトレ。はい、まずは1種目目はですね、ポストプレー、競り合いなどに通用するメニューとしまして、実際ポストプレーってね、こういう形で体を抑えるっていう形なんですけれども、体幹が弱い選手っていうのはやっぱり重心がぶれやすくなります。で、重心がぶれるっていうことはやはり下半身の筋力と上半身の体幹の連動ができてない証拠なので、それを作るためのメニューにします。まず骨盤の幅に立ってもらって、膝とつま先同じ方向です。そして息を吐きながら一回こうしゃがみますね。で、今腕をですね、こういうふうにしました。やっぱりポストプレーに必要なのは、上下の動きに対して頭がぶれないことが大事になります。例えば息をふーっと吐いて、膝とつま先同じ方向です。そして腕を外に開いた時に肩甲骨を寄せる。で、この時に大事なのは、頭がぶれないようにしっかり足の上に頭を持ってくるような形で息をふー、これぐらいのリズムですね。2、3、これを20回3セット行います。はい、じゃあそれでは行きましょうか。はい、膝とつま先同じ方向を向けながらね、肩甲骨をしっかり寄せましょう。で、呼吸はね、息を吐くときはしゃがむときですね、しゃがむときに。で、そしてこう頭が前に行かないように、太ももの筋肉と背中の筋肉、上半身の体幹と下半身のバランス筋力を使いながら、しっかりと背中の筋肉を使っていきましょう。はい、いい感じですよ。2種目目に参ります。ポストプレート競り合い、どうしてもこの体の、ね、軸がすごく大事になってくるので、腹圧を、ね、しっかり入れて、ここで体の軸を作った状態でこうひねる作業です。はい、じゃあいいですか。はい、頭ぶらさずにね。はい、片足上げて、しっかりここね、キープして、はい、軸が整ったら、はい、顔はまっすぐな状態にして、で、軸足、ね、指先もしっかりと噛みながら、で、ぶれないように10回左右やりますよ。これを2セット行いますからね、ぶれないように頑張ってね。そう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 、いいね。しっかり足が上がってる。はい、反対です。はい、まずはしっかり軸を作りましょう。軸を作ったら、はい、整ったら、行く。もし保護者の人とね、一緒にやる場合は、保護者の人が前に立って、こういうふうにここを見ながらやるとブレなくなります、ね。そういうところも一緒にやってあげればいいんじゃないかなと思いますね。はい、いいですね。はい、2セット目いきましょう。はい、軸を作って、はい、ブレないようにして、はい、これで下半身のね、軸足のトレーニングになります。まあ、競り合いだけじゃなくても軸足のトレーニングなので、まあ、キック力にもね、つながると思います。こういい感じです。そうで、頭は絶対ね、左右見ないようにしてまっすぐです。はい、ラストね。はい、軸をしっかり作ってから、じゃあこうしようか。最後、はいはい、ここを見てね。はい、頭はぶらさずに、そう、はいね、このやっぱり目線がやはりまっすぐ見ることによって体の軸がね、できますからね。はい、いいですよ。そう、はい、頑張れ。はい、 OK だ。続いては3種目目のメニューです。ストライカーとなるとですね、一歩の動き出しが大事になります。で、その中で体幹を使いながら下半身をふすっと引き上げる。で、この時にやはり腹式呼吸がね、できてないと瞬間的に体幹のインナーとアウターにつながらないので、それを意識しながらちゃんと軸を作って、息をふっと吐いて、ついた瞬間に上げる、こういう作業をやっていきましょう。はい、いいですか。まずぶらさないことがね、大事だからね。まず形を作ります。はい、いいですか。形作ったら、用意、ふっと、ついたらすぐ上げる。そう、ついたらすぐ3ね。はい、上げる。頭ぶらさずに、はい、これを10回やりますよ。これ2セットいきます。なるべくついたらスッと開ける。そう、ついてすぐ。そう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 。はい、逆。はい、上げて、上げたらシュッ、ついて上げる。ついたらすぐ、ついてすぐ。はい、ついてすぐね。そう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 。はい、ぶれないようにね。はい、
いいよいいよ、はい、ぶれないように、そう、重心ね、前に行かないようにしてくださいね。はい、2セット目、はい、腕もしっかり振りましょうね。腕も振る。で、足がやっぱり速くなるためには肩甲骨をね、しっかり使うことが大事です。で、頭をぶらさない。そう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 、はい、いいっすよ、うん、はい、ラストだ、行こう、はい、行こう、はい、よし、はい、行こう、はい、ポッポッポッ、そう、いいね、ちゃんとおへそまで上がってるからね、これキープ、なるべく上げることが大事です。そう、はい、 OK、 お疲れ様です。はい、続いてのメニューですね。これはですね、サッカー選手にとって怪我をしない体作りも含めてなんですけれども、やっぱり脇腹とね、お尻がすごく大事になります。注意しなきゃいけないのは足を上げすぎないことです、ね、で、横から見た時もしっかり上、骨盤の高さ、頭一直線ですよね。で、膝ついておきます。折り曲げた状態でここの脇腹をしっかり使ってお尻を使う。で、ここをキープすると、これを瞬間的に上げます。瞬間的にですね、息をふっと吐いて、せーの、ふっと吐いて、これをですね、10回2セット繰り返しますからね。じゃあ行きましょうか。はい、肩の下に肘で、胸をしっかり張る。じゃあ行きますよ、よーい、おい、そう、ふっと上げる、そう、はい、骨盤を上げる、そう、はい、正面向いて、そう、はい、肩がね、中に入らないようにしてくださいよ、そう、膝しっかりね、固定して、ギフッ、なるべくこれ早い方がいいです。なるべく早い方がいいですね。はい、はい、逆行きましょうか。はい、行きましょう、はい、ふっ、早くね、頑張って、はい、なるべくクイック、早く、そう、はい、今5回目、そう、いいよ、はい、はい、8、はい、9、はい、ラスト、はい、はい、2セット目いくよ、はい、頑張っていこう、ね、ここでね、しっかりね、体幹のね、持久力もつけていきましょう。はい、行きましょうか、はい、パッと上げる、なるべく早く、そう、はい、なるべく早く、はい、いいよ、そう、はい、なるべく早く、うん、はい、いいね、いここの位置をね、しっかりキープすることが大事です。はい、そう、うん、はい、ラストラストラスト、はい、行こう、はい、頑張れ、よし、行こう、おい、はい、なるべく早く、そう、はい、はい、いいね、そう、しっかりお尻の筋肉使ってよ、息ふっと吐いてね、はい、はい、8、9、ラスト、はい、はい、 OK、 はい、お疲れ様。フォワードの中級編いかがでしたでしょうか。この体の軸をね、しっかり作りながら下半身と連動させることがすごく大事になりますので、次はね、上級編、これもトライして頑張ってみてください。それではレッツ、またね。